よろしくお願いいたします。情報基盤という2つ目の科目でございます。大きく5つの基盤を強化するという中で、情報基盤というのはこの2つ目に位置づけられるものとして、完成基盤とこの情報基盤というのは少し、似ているところもあろうかなというふうに思っております。まあ、前で違いを申し上げるのは、情報基盤はどちらかというと2つの情報を、まあ、つなぎ合わせて、まあ、そこから得られるものは何なのかということを皆さんなり考えていただくと、この情報基盤相当モヤモヤする、ここにマインドワンダリングというふうに書かせていただきましたが、ある意味皆様から本日この言い換えると、何なんだこの研修はと思われるところももしかしたらあろうかもしれません。でももし皆さんがそう思っていただければですね、それはこの研修の成功だろうなというふうに思っていまして、相当モヤモヤします。ただそのモヤモヤをぜひ習慣づけていただくという、そんなきっかけの研修にしていただければ、この90分は意味があろうかなというふうに思っておりますので、そんなものだというふうに捉えていただきながら、リラックスしながらご一緒させていただければなというふうに思っております。はい、では先ほどからいくつか申し上げております、このスライドの右のところにも書いてございますが、情報基盤ですね、特定の情報を意味付けし、そして、異なる情報とつながりを見出し発想を広げるという、この意味付け、つながり、発想というこの3つの流れを本日皆さんとご一緒させていただければなというふうに思っております。じゃあ一つ一つどういうことなのかということについて確認をさせていただければというふうに思いますけれども、繰り返しになりますが、上のところですね、ご自身の感性によって情報を意味付けし、そして他の情報とつなげることによって新しいストーリーを広げるという、そういったコンセプトに基づくこのスキルの磨き、スキルの向上というところでございます。じゃあどういうことなのかということを少し概括的にこの絵を使ってご覧いただければなというふうに思うんですが、世の中にいろいろな情報があふれている中で、やっぱりその情報というのは申し上げるまでもなく、人によって捉え方は違うという意味で、ご自身がやっぱりどういうそこから気づきというか感情を持ったのかということは、それは一つ一つ確認する必要があるんだろうなというふうに思っております。で、我々現代人はどうしてもここを怠りがちになりますので、やはり少しこれから何か想像力を持って新しいビジネスを生むとなると、その一つ一つの情報をしっかりと意味付けることがまず最初にスタート地点としてあるというふうに考えております。なのでまず意味付けるところから今日やっていきまして、そしてここからが大事ですね。つなげると、で情報 A と情報 B をつなげて、こう何かこうストーリーを作るということをやってみたいというふうに思います。はい、そしてこのつなげた後にですね、このつなげたものを、これご自身でやっていただくので、初期ストーリーというふうに言いますが、今度この初期ストーリーに別の観点で選んだ情報 C を加えていただいて、さらにストーリーを膨らませていただくと。なので、情報 A と情報 B は、今日のワークではご自身で選んでいただき、そして情報 C についてはですね、別の方が選んだ情報を使って創造的なストーリーを作っていくという、この一連のプロセス、意味付ける、つなげる、広げるというところをやっていただきたいなというふうに思っております。ではなんでこんなことをするのかということについて、少し先人たちの言葉を借りながらお話をさせていただければなというふうに思うんですが、シュンペーターは経営学者というか、どちらかというと経済学者で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、新結合という理論がある中で、これ当たり前なんですけれども、新しい地というのは常に既存の地と、まあ、別の既存の地の新しい組み合わせによって生まれるというふうに言われています。で、確かにですね、何かイノベーションが起きるときって、なんかあたかもそのイノベーション人材のような方が素晴らしいことをパッと思いついたようにも見えますが、そうではなくて、まずこのイノベーションというのは基本的には新しいものがパッと生まれるというよりは、何かその組み合わせによって生まれると、そういった性格を持っているということはかねてより言われているところでございます。また、地の進化、地の探索という最近の言葉で言うと、両利きの経営というキーワードがありますけれども、こういったその地の探索をする上でも、人とか組織が、新しい地をですね、生み出すために必要なことというのは、ご自身の現在の認知の範囲外にある
新しい地を探索して、それを、まあ、今、自分の持っている地と新しく組み合わせることというふうに言われています。どうしても情報をですね、こう簡単に組み合わせがちになって答えを出したくなるんですけれども、今日はこの地と地の組み合わせからどういったことが生まれるのか。言い換えますと、情報と情報を組み合わせることによってどういうことが生まれるのか。これはおそらく、皆さんご自身でしか生まれ得ないものだというふうに思っております。これも書きました。創造性は情報の結びつきによって生まれるというふうに言われています。その意味で本日はこの情報基盤の研修によって、この情報の結びつきというものを皆さんにトライしていただいて、ここからどういう創造性が生まれるのかということを、まあ、皆様方と一緒に体感してまいりたいなというふうに思っております。ここまで冒頭少し私の方から説明をさせていただきましたが、はい、その後ですね、ここから実際に一つ一つ入って少しワークに加わってまいりたいなというふうに思います。はい、順番に意味付ける、つなげる、広げるというところにお話を進めさせていただきます。意味付けるということについて始めさせていただければと思いますが、はい、まあ、大量の情報がですね、目の前にある、いろいろ情報が社会であることは皆さんも、含み置きのことかなというふうに思います。で、大量の情報がですね、これ目の前をただ単に素通りするだけでは意味がないわけですよね。こう、我々って常にこう、なんかスマホ見たりとか、もう情報は大量にあるわけですけれども、やっぱりそこにきちんと、こう、自分なりの評価、意味付け、感性を持って、評価をしていかないと、その情報に皆様方にとっての価値は生まれないということになります。で、本日まず初めにですね、それをやっていただきたいなというふうに思っておりますけれども、少しここから進行がありますので、私の方から一つ一つ、確認をさせていただきながら進めたいなというふうに思っております。まずはじめに皆さんには、個人ワークをやっていただきます。個人ワークの後一回、私が少しグループワークの進め方をお話しますので、まずは個人ワークをやっていただくということで、ご理解いただければと思います。じゃあ、個人ワーク何をやっていただくかというと、5分程度でですね、新聞とかスマートフォンでニュース、記事を一つ選んで情報に意味付けをしてくださいというものです。で、意味付けの例としてここに、まあ、すごくシンプルな例を書かせていただきました。まあ、これは本当にシンプルな例、怖いとか驚いたとか、まあ、なので、例えばどういうふうに驚いたとか、まあ、そういったことをですね、ぜひ一度言語化していただければなというふうに思います。で、情報を選ぶことそのものは、何と申しましょうか、今回の研修での意味合いというのは薄いものですから、そこに書いてありますけど、まずはですね、気になること、まあ、日経新聞とか、ヤフーニュース等のウェブ上の記事、もちろんお手元に新聞ある方、お手元から選んでいただいても結構です。パッと考えないで選んでいただければなというふうに思います。もちろんその他の媒体から選んでいただいても全然結構です。ニュースの質は問いません。そして記事の概要と意味付けというものをそこに書いていただくことになります。はい、少しこの後ご説明しますので、このまま進めさせていただきますが、でワークシートに書いていただいた後に、まあ、グループ内で共有するというところでございます。改めて、別ファイルでワークシートをお送りしておりますが、ワークシート、おそらく3枚、皆様、ファイルは1つですけれども、ファイルを開いていただくと3ページありますが、そのうち、演習1というものを今使わせていただきます。どんなふうに進めていただくのかというところですけれども、まず選んだ記事のですね、概要をここに簡単に一言二言書いてください。内容が分かれば結構ですので、何かここに精緻に書き写す必要はありません。書いてございますが、キーワード、イラスト、文章、または記事の貼り付け、何でも結構です。そして次にそれに対する意味付けですね、をここに書き込んでいただければなというふうに思います。これも自己自身の感想ですね。そういたしますと、なので、キーワード、イラスト、文章、何でも OK です。いかなる形も結構ですね、書きやすいように書いていただければなというふうに思います。一つ、まあ、シンプルな例として、こんな例があるかなというふうに思います。数日前の、うまい棒が12円に初の値上げという記事です。分量としてあまり長いものを選ぶと少しやりにくいかなと思いますので、このぐらいのものがいいかなというふうに思います。で、選んだ記事の概要というところに、まあ、うまい棒12円値上げと、で値段は40年以上10円を維持していたといったことを書かせていただきました。私がパパッと書いたものですけれども、まあ、単純にすごいな。何がすごいかというと、まあ、同じ商品が40年もまず
その商品自体がですね、40年も続いているということに尊敬の念を抱いているというところです。10円でどうやって利益出すんだろうなとか、こう、 うまい棒って改めて考えると、まあ、シンプルながら忘れられない、なかなか味わい深いネーミングだなということを私は感じました。精緻な文章にしていただく必要なく、このような形でですね、気軽にこう思ったことをここにまあ書いていただくということをまずやっていただきたいなというふうに思います。はい、いかがでしょうか。ここまで何か、進め方分かるでしょう。まず5分、皆さんに、まだグループに分かれませんのでご安心ください。一度ここでですね、お時間止めて5分、ワークを進めていただければなというふうに思います。はい。それでは、特に、ご質問なければ、今から5分、改めて、個人のワークシートをご用意いただいて、先ほど、ご覧いただいたような形で、この画面ですね、イメージで何か、コメントを、実際に、このパワーポイントの中に、書いていただければなというふうに思います。後ほど、グループのワークの中で使えますので、では、この中に書き込んでいただくということで、今から5分間お時間取ります。また、1分前にお声掛けしますので、よろしくお願いいたします。はい。では、お願いします。はい、それではお待たせいたしました。皆様そろそろご準備よろしいでしょうか。また今のですね、書いていただいたものをこの後、グループに分かれていただいたときに、投影、グループ内で投影していただいて、発表していただきますので、よろしくお願いいたします。で、その次に、皆さんの方で、まあ、お一人、そうですね、おそらく、ちょっと人数にもよりますけれども、2、3分になろうかと思いますけれども、ワークシートの内容を発表していただければなというふうに思います。で、ワークシートですね、ぜひ画面に投影しながら発表していただきたいなというふうに思います。で、なおですね、恐れ入りますが、最後お願い、この一番下のお書かせいただきました。その後の演習で、少し使うところがありますので、他の方がどんな記事を発表されたのか、全部、一言一言メモを取っていただく必要ありません。簡単にご自身のお手元にメモを取っていただいて、あ、この方こんな記事を発表したなということで、少し、お手元に、記録を残していただければなというふうに思います。では、皆さん一度ここでグループワーク始めさせていただきます。ブレイクアウトルーム行ってきてください。よろしくお願いします。はい、ではちょっとここからですね、演習2の方に移りたいと思います。今度個人ワークですけれど、また個人ワークしていただきたいんですが、演習1、先に選んでいただいたものがあると思うんですけれども、異なる、ジャンルの情報を選んでいただいて、で、2つをつないだときにどのようなことが言えるのか、ストーリーを考えてみましょうと、そういった、内容でございます。で、今、情報 A 選んだので、今度、情報 B をまず選んでくださいと思うんですね。で、演習の進め方、下のところに書いてありますけれども、ルールとして、自分とは距離感があるジャンルの記事を意図的に選んでください。おそらくですね、皆さん今選んでいただいたものは、まず自身の仕事に関係するものか、最近の自治に関連するものか、ご自身の何か生活に関連するものかぐらいだと思うんですけど、ちょっとあえて違ったものを選んでください。で、例えば例書きましたが、政治を選んだ方は、こう、文化を選んでいただいたり、経済を選んでいただいた方は、スポーツを選んでいただいたり、社会を選んでいただいた方は、こう、日経のいわゆるコラム的なものを選んでいただいたということで、少し距離感のあるものをあえて選んでください。で、2つの記事を並べていただいて、ストーリーを作っていただくんです。で、そんな簡単にできるものではないので、ご安心ください。むしろ、簡単にストーリーができた場合には、距離感のある記事を選んでいないと思われます。つまり、自分の、手近なところでストーリーを選んで、記事を選んでるがゆえに、簡単にストーリーができていると思いますので、もう一回ですね、別の記事を選んで、ちょっと難しいものをトライしてください。で、ストーリーを作る結果としてですね、元々の記事の内容に、こうは書いてないけどというのでも、構いません。記事をそのままですね、何か生かすことを目的にしているものではありませんので、おおむね記事がこういうことを言っているということを元にですね、これをやっていただければなというふうに思います。なので、2つの記事を並べるときに、自分なりの仮説とか想像を入れていただいても構わないです。で、大事なことを一番下のところに書かせていただきました。はい。ストーリーが完成しなくても、自分の頭の中で考えた、キーワードを、メモをしていただければな、というふうに思います。で、ワークシートの使い方ですね。
ワークシートの使い方ですけれども、演習1、さっきの演習で選んだ記事をですね、左側のところに貼り付けてください、そのまま。ワークシートですね。で、改めて記事を選んでいただいて、は演習1と同様、ここに、貼り付けてください。そして、何か、ストーリーを作っていただければなというふうに思います。ちょっと簡単な例です。先ほど私、うまい棒の記事を選びました。で、全然ちょっと違うなんか、記事ないかなと思って、こう、昨今話題のジョブ型雇用みたいなものと、あと、まあ、物価の上昇率 2% に合わせて 2% の賃上げが求められますみたいなオピニオンがあったんですよね。で、なんか、そんなに難しいこと書いたつもりありません。まあ、うまい棒って、まあ、薄利多売の世界なんで、なんかジョブ型雇用が成り立つほど会社の経営大丈夫かなとか、まあ、伝統ある商品ってやっぱりサービス素晴らしいし、私個人的な感情としてぜひこういうものはこう伝統あるものは残したいというその気持ちになったんですね。だったら価格の上昇は当然じゃないかみたいな。なんかストーリーとして、なんか繋がってるんだか繋がってないんだかという、そんな感じもします。が、無理にストーリーを完成させる必要はありません。今日の研修はあくまでも、この2つの異なるジャンルのものをつなげて自分からどういう感情とかキーワードが出てくるか、ストーリーが出てくるかということを皆さんにやっていただくものです。皆さんが思ったことをつないでいただければなというふうに思います。まずやることは、ここに書いてございますが、自分と距離感のあるジャンルの記事を選んでいただいて、そして、ストーリーを作っていただくというものです。ストーリーを作っていくといただくときにポイントがあるんですけれども、ここですね。これ、キーワードとして、要するにこういうことだよねという、その2つの記事から言えることはこういうことだよねという、いわゆる抽象化は避けた方がいいと思います。で、なぜかというと、抽象化してしまうとそこで話が終わってしまって広がらないんですよね。なので、この2つの間になんかどういう関係があるのかなとか、だからとか、しかしで何かつながっていくのかなという、その2つの緩やかなつながりというものを見ていただくと、このワーク成功してるかなというふうに思います。一番下のところに書かせていただきました。ストーリーは綺麗なものは完成しないと思ってください。むしろ頭の中で感じていただいたモヤモヤというのをやっていただくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、まず個人ワークをですね、皆さん7分、この場で、お時間差し上げて、また個人ワーク終わったときに、グループワークについての、こちらの方から、お願いをさせていただきますので、今から個人ワーク、まずは、このワークシートを完成させていただくということですね。はい、ではよろしくお願いいたします。はい。まだの方もいらっしゃるかもしれませんけど、ここで時間参りましたので、これから、また先ほどのグループに分かれて、今の、やっていただいたものを発表していただきたいんですが、今度はですね、ちょっと発表だけではなくて、ぜひ、他の方がコメントを、していただければな、というふうに思います。時間の目安として、このような形でお考えください。まずですね、発表者の方、2分ぐらいですかね。グループ内で発表をしていただければなというふうに思います。で、その後、残りの方、2、3人の方がいらっしゃると思いますので、こんなつながり考えられるんじゃないですかという形で、その方の観点から、ぜひ、その発表者の方に対して、まあ、なんかヒントを差し上げるような、そんな形でご発言いただければなというふうに思います。なので、1発表者あたり、3分が目安ですね。そうすると、これからですね、15分皆さんに差し上げますので、おそらくどのグループでも、少し時間的には余裕ありますので、あまりご無理のない範囲で、まとめていただければいいかなというふうに思います。むしろ、このワークで大事にしたいことなんですけれども、一番下のところに書かせていただきましたが、自分では気がつかなかった意味合いとか、つながる可能性みたいなものを感じていただきたいんですよね。なので、ぜひ他の方は、積極的に自分ならこんなこともあり得るんじゃないかなということをご発言いただければその発表者の方にとって意味のあるものになるかなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい、少しお一人1発表者あたり3分です。少し時間に余裕があるかと思います。どうかご無理な範囲で進めていただければと思います。では15分後また皆さんとこの場でお目にかかりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではブレイクワークを始めさせていただきます。はい、
皆様、お帰りなさいませ。では、ちょっと今日最後のワークなんですけれども、今度は、演習3ですね。今、自分で作っていただいた、これを初期ストーリーというふうに、私、呼ばせていただいて、そこにですね、グループの方が最初に発表した、別の情報ありますよね。グループの方が選んだ情報。それをまた付け加えていただいて、こんなストーリーができるんじゃないかというストーリーを広げる、創造的なストーリーを作っていただくということをやっていただきたいなというふうに思います。先ほど演習2で作っていただいた初期ストーリーを、このワークシートの演習3の一番上に貼り付けてください。そして他の方が選んだ情報、これ多分、何と申しましょうか、キーワードベースでしか皆さんお手元に書いてないので、本当にキーワードベースで結構です。はい。そして、そこからじゃあ、なんかまたこんなことが言えるんじゃないかという新たなストーリーをつないでいただきたいなというふうに思います。はい。これまた一つ要素が増えるのに難しいなというふうに思うんですよね。なので、まずまたこれも個人ワークをやっていただきたいなというふうに思います。他の方の情報をですね、ぜひ、ここのワークシートに一言書いていただいて、そして演習2で作成した初期ストーリーを貼り付けて、新しいストーリーを書いていただく、ワークシート上にお願いできればというふうに思います。スライド上10分というふうに書いております。まずは、では個人ワークから始めていただけますでしょうか。はい。ではよろしくお願いいたします。はい。では、一度手をお止めいただいて、この後グループワークの方に行きますが、またお手元に皆さんワークシートを、ご用意いただきまして、で、今度もですね、まず作っていただいた方の発表から、他の皆さんから投げかけに行きたいと思うんですけど、多分ですね、これあんまり発表できないと思うんですよね。なので、簡単にもう一人1分程度でまずお話しいただいて、むしろ皆様から、こう、他の方から投げかけをメインにしたいと思います。時間の目安としてはどうでしょうか。発表される方1分ぐらいで簡単にこんな風につないでみましたとお話しいただいた後に、他の方からご遠慮なくどんどんご発言いただく、それを繰り返していただいて、またグループによってちょっと人数下がりますが、15分お時間取りたいと思いますので、15分後またこの場にお集まりいただければなというふうに思います。それではブレイクアウトを分かれさせていただきますので、また15分ご目にかかりましょう。よろしくお願いいたします。では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。3つの演習を終えていただいて、お時間をいただいて、最後に振り返りをさせていただいて、この研修を終わらせていただきたいなというふうに思います。どうでしょう、今日この3つのワークを通して意味づけるとか、情報をつなぐってことをやりました。冒頭申し上げましたが、創造性ってやはり、情報の結びつきによって生まれると、特にやはり今まで考えてなかったようなその情報の結びつきから得られるのも結構大きいなと思いますので、私たちはこれを常にトレーニングしていかなければいけないということを本日少しでも感じていただけたらいいのかなというふうに思っております。少し復習でございます。まず情報にきちんと意味付けをするということ、本日あまりこの部分触れませんでしたけれども、一人一人によってその情報の価値というのは違うものです。なので、きちんと意味付けをしていただいた上で、それをつなげる、繰り返しになりますが、創造性というのは情報の組み合わせによって生まれるものです。そしてさらに広げる、今回グループワークをやっていただいて、やっぱり他の人の意見からいろいろと得られたところが大きかったと思うんですよね。それはやはり自分だけでは成し得ないこと、広げるためには新たな視点というのが必要ということを本日ご体感いただいたかなというふうに思います。それでは、今後の習慣化のポイントというところで、ぜひ1日1記事意味付けをしっかり行いましょうと。スマートフォンでただ単に流れる情報だけではなくて、まずは短い単語で結構です。できればワンテンセンスに言語化をして、自分なりの意味は何なのか。そして、つなげるためには情報のある程度ストックが必要だと思います。ぜひ、情報を書き溜める、ノートに貼る。そして、適宜見返すということが必要かなというふうに思います。で、ふとしたタイミングにつなげてみるということ。そして、最後に他者との関わりを持って広げていただくということ。で、特に自分からストーリーを語らないと、やはり他者からのフィードバックが得られないので、ストーリーを語ってみるという場、これはいろいろな日々の場面で必要かなというふうに思います。午前中の完成基盤のところにもやりましたけど、ぜひ習慣化ノートということで、先ほど申し上げたようなノートをですね、記事を貼っていただいて、そして意味付けをする、そしてストーリーを作ると。
いうことを、この、まあ、ノート等を通して習慣化していただくとよろしいかなというふうに思います。本日ご覧のような形で、参考になる使い方、お示ししているところでございます。最後に、繰り返しになりますが、このスライドの一番最後の下のところですね。ストーリーに慣れてきた、ストーリー作りに慣れてきたと思ったら、やっぱり注意が必要です。それは、選びやすい記事を選んでいることになります。なので、簡単なストーリーができ始めたら、ちょっと振り返っていただいて、少し異なるレベルの情報をつないでみるということ。これを、習慣化していただければな、というふうに思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。